こんにちは、クラビッターたけちゃんです。本日はたけちゃんのお家でできるものシリーズ第1弾、ご家庭でできるエクササイズを先生をお招きしてご紹介しようと思います。それでは先生、オスピー先生です。どうぞ。どうもー、オスピーです。すげー。どうもー、たけぴーです。今日は美人な先生で、僕ちょっとね、ちょっとやる気出てますね。はい、もうまあ、行き過ぎたら訴えます。ズバババゴルフ。はい、早速じゃあオスピー先生、はい、今日はなんか結構厳しめって伺ってるんですけど、僕ちょっと若干ちょっと緊張してるんですけど、はい、ただまあこんなね綺麗な方がそんな厳しいことはないと思ってますから。いや、もうガンガンいきますよ。お尻の筋肉をメインにですね、鍛えていきたいと思うんですが、あとでね、スクワットをしたいと思うんですけど、膝に負担がかからないように股関節にしっかりと体重を乗せると、はい、っていう、まずは準備のエクササイズが一つですね。あ、準備から。そう、でもね、これ一つ、視聴者の皆さん、僕これ見ても結構普段から鍛えてますから、スクワットぐらいでバテることはないですからね。はい、舐めてたらえらいことある。めちゃくちゃドSやな。ズバババゴルフ。OK、行きましょう。まず準備のエクササイズなんですが、はい、まず四つ這いの姿勢を取ります。そしてここからまずはまっすぐ真ん中でお尻を後ろに引いていくんですけど、先生すいません、不謹慎なこと言っていいですか。はい、めちゃくちゃエロいですね。おっと、ちょっと止まった、やばい。これね、はい、あと3回言ったら、はい、訴えますよ。あと3回、じゃあ、はい、あと2回言えるってことですね。逆に言えば。お尻を後ろに引いていくんですけども、はい、その時に膝を少し外に引っ張るようにします。で、膝をこうやって広げるのではなくて、はい、腰幅で足は広げといて、そこから膝でマットをこう外に裂いていくような感じ。マット、あ、マットをね、こう横側にこう押していくような感じで力を入れて、そのままお尻を後ろに引いていきます。なるほど、マット広げるイメージってことですね。そうですね。で、この時に股関節、ここですね、股関節に自分の体重が乗ってるなっていう感覚を感じてみてください。はい、これが後のエクササイズですごく重要になります。これがですか。今両方でいきましたよね。はい、そうね、はい、で戻ったら今度は、右側だけ、右に体重を乗せて、はい、右側の股関節にちゃんと自分の体重が乗ってるかどうか。これも両サイドに引くイメージなんですか。そうです。はい、右のね、今全部私の体重は右の股関節に乗ってます。なるほど。そう、ここができるとお尻に力が入りやすくなってくるので、はい、後でスクワットした時にお尻に力が入ってるなっていう感覚をまあ感じやすくなりますね。なるほど。そう、このエクササイズのまあ準備がすごく大事です。こういう感じ。はい、大丈夫です。なんとなく分かりました。お尻にね、力が入ってる感覚があったら OK です。お尻に力が入ってる感覚、はい、はい、大丈夫です。まず四つ這いです。はい、四つ這いになって、はい、で、あと腰幅に膝を開いてほしいので、はい、もうちょっと狭くてもいいかな。狭くてもいい、はい、はい、で、膝の幅よりつま先の幅がちょっと狭い方がいい。こういうことですか。そうです、はい、そうです。はい、そして腰がちょっと腰反ってみてください。こういう状態になると腰に負担がかかるので、はい、まっすぐ、はい、そう、まっすぐしといて、はい、で、膝をマット外にこう引っ張るような感じで、こういうことですね。そう、で、はい、後ろに引いていきます。はい、この時に体重がこの股関節に乗ってる感じを感じてください。はい、そう、で、これが例えば、つま先ちょっと広げてみてください。はい、もうちょっと、はい、そうするとこういう姿勢になるんですよね。ですね、はい、そうするとお尻の力っていうのは抜けてくるので、膝の幅よりもつま先の幅が狭い方がお尻に力が入りやすい。こういうことですね。そうです。なるほど。で、後から片足のスクワットをやりたいので、はい、片足でも感じれるように練習していきます。はい、右側に体重移動させて、はい、あ、こっちを外さずですね。そう、はい、で、右の股関節に乗せていく。この時に自分の体重が全部右の股関節に乗ってる感覚を感じてみてください。うん、なんとなくわかりますか。わかります、わかります。ギュッギュッてなってる感じ。なってます。今度左行きましょうか。はい、こうですね。今ね、はい、そう、今ここが動いたんですよ。はい、お尻ごと全部動かす。はい、なんか先生のお尻触られる嫌な気しないんですよ。苦情電話ですね。苦情電話なってますね。これってどっちか乗りにくい方とかってやっぱあるんですか。あるかもしれないですね。僕左の方が乗りにくいかもしれないですね。左の股関節の可動域が狭かったりとかすると、まあ、乗りにくいし、感覚がちょっと感じにくい。うん、右の方がイメージしやすいですね。お尻の筋肉が左のお尻の方が弱いかもしれないですね。なるほど。
ズバババゴルフ。はい、じゃあ今ので準備運動終わったってことですか。そうですね。なるほど。股関節に乗るという感覚ができたら、ここからエクササイズですね。なるほど。で、今からが本番、まあまあ本番ってことですかね。そうです。きついやつ、もしお家にこういう500のペットボトルなんかがありましたら、準備していただいたら、負荷がつきます。もちろん負荷がなくてもできますので、頑張る方は持つね、軽くやっても大丈夫です。なるほど。まずじゃあ右足からいきましょう。今からやるのは片足でやるスクワットになりますね。スクワットは太ももの筋肉よりも今回はお尻の筋肉を意識していただきたいと思います。ゴルフするときもね、お尻すごく大事ですね。大事です。もう電筋類が本当大事なんで。右足で片足立ちで、反対の足は後ろの何か台を準備していただいておきます。で、体があんまりこういう風に前後に倒れないように注意してください。そしてまっすぐ下に向かって体を下に落としていきます。で、元に戻す。そう、もう一つ押されてますか。しんどいことないですか。私はね、普段から鍛えてるんで。さすが、はい、大丈夫です。いいな。足首から膝までが、床に対して垂直です。これがこうとかこうとかにならないように、床に対して膝から下が垂直。わかりますか。そう、こういう感じです。ね、足を置いた時に内側にこうやって体重が入ってしまうと、膝が内側に入ってしまってすごく負担がかかりやすいので、足を置いたら少し小指側に重心を乗せるようにすると、膝にも優しいですし、お尻にもしっかり効いてきます。左足を後ろです、はい、そうで、足を曲げていった時に膝から下が垂直になる位置を探します。はい、これぐらいでいいですかね。そうですね、それぐらいかな。はい、はい、で、重心は先ほど言ったように小指側に重心をかけておきます。はい、もうこの時点でプルプルしてるんですよ。バランスって結構大変ですね、これ。いいですね、そう、はい、で、そのまままっすぐ下に降りていってください。これですか。そう、これ前出てます。出てますね。出てますよね。ということはもう少し足が前でもいいかもしれない。はい、僕足長いですね、多分。長いですか。長いですか。長いですか。そうかな。しかも長いですかって。下に沈んでいきますね。はい、これって後ろの足が後ろ、うん、多少後ろ行くかも。あ、大丈夫です。この時に先ほどやったエクササイズがありますね。はい、股関節に自分の体重が乗ってる感覚を感じてください。はい、これがこうなってると乗らない。こうね、こうなってると乗らないので、股関節に体重を乗せていくという感じ。そう、ここに体重が乗ってたら OK です。はい、乗ってます。乗ってますか。乗ってます。はい、持ち上げましょう。あと10回いきます。はい、行こう。すごいプルプルしてますけど。どこまで行きゃいいですか、これ。この辺でいいんですか。うん、その辺で大丈夫ですよ。そう、プルプルするでしょ、先生。うん、これすごいプルプルしてます。ですよね。はい、プリンと僕。いい感じです。はい。すごい。プリンと僕、フル虫。いいですね。さすが。先生、きついわ。もう、今日これで終わりです。ありがとうございました。よっしゃ、オッケー。はい、チャンネル登録、高評価で。ズバババゴルフ。はい、じゃあ、おすき先生、すみません。はい、次のエクササイズはどんなエクササイズですか。今度は、もうお尻をメインに。さっきは股関節に乗せてお尻を筋肉感じてっていう感じだったんですけど、今度もお尻メインです。注意していただきたいのが、2点あります。腰が反ってしまうと腰に負担がかかりやすいので、必ず腰まっすぐ、もしくは少し丸めるぐらいの感じで大丈夫です。あとは、上半身をマットの方に向けてるんですけど、必ずマットと胸が平行になるようにします。そこからまず右足からいきましょう。こんな感じで持ち上げます。で、太ももと床が平行です。こっからがスタート、ここスタート位置です。ここからまっすぐ真上に向かって足を持ち上げる。この時に結構ね、疲れてくると腰がこうやって、あー、そうですよね、反ってこっちが痛くなっちゃったとかっていうこともありえるので、そこ注意してください。腰丸くしとく。で、まっすぐ上に持ち上げる。この時にお尻と軽く太ももの裏側、ハムストリングスという筋肉も働いてきます。なので、この辺りから太ももの裏にかけて、きつい、きつい、きつい。
これを片足結構自信ありますよね。いやなんで笑顔なん先生なんですすごい笑顔なもうね怖くていかズババババゴルフもうちょっと こっからスタート。この時に結構ね、はい、胸が右側に向いてしまいがちなので、はい、胸はまっすぐここを動かさない、はい、こっから70回いけますか。いけないでしょ。もうこの時点でプルプルしてるじゃない。いきます、はい、よーい、1、2、3、4、5、6、7、これ先生合ってます？8、合ってます。9、10、ここのお尻を鍛える。12、13、14、ちょっとね、腰取ってる、お腹持ち上げて。まだ、脇腹つりそう。お腹引き上げて、そう、あと何回ですか？あと50回ぐらいですか？あと10回です。そう、ここでストップ。ここから持ち上げる。はい、まだ行こう。もっと押せる、はい、お尻力入ってますか、はい、お尻しかない。腰が反ってきました。腰もある、はい、腰が反らないように。はい、OK。 いや、きついわ。左も行きますか。いいや、もうええ言うたらええや。はい、左も行きます。はい、左ここですね。はい、はい、そうです。腰が反らないように胸はまっすぐ下です。はいはい、行きましょう。70回。はい、よーい。はい、1、2。オッケー。先生、何がそんな楽しいんですか。先生、何がそんな楽しいんですか。いや、素晴らしいです。そんな、さすが。そんな瞳で見つけられたら僕も嫌な気せんじゃないですか。もう。素晴らしい。ズバババゴルフ。先生、今日はどうも本当ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。なんでオスピスでこんな元気なのかよく分からんし、なんでそんな嬉しそうなのか分からんけど、いや、やっぱトレーニング楽しいですね。ですよ、ね、はい、本当ね、帰ってビルのみたい。先生、どうですか、こうやって初めてちょっと今日はズバババゴルフって YouTube に出ていただいたんですけど。いや、そうですね、その画面の向こう側の皆様が一緒にトレーニングをこれ見てしていただけると思うと、すごく嬉しいし楽しみですね。絶対せんと思いますよ。皆さん、多分絶対せんと思います。そう、するか、してください。やっぱでもお尻鍛えると、はい、ゴルフのやっぱ飛距離とのもね、すごく関わってくると思う。そう、いつもね、電筋が大事って僕は鍛えないんですよ。みんなには電筋が全然ダメじゃん。もうこの僕今日これ着させてもらってるこの T シャツなんですけど、はい、このオスピー先生デザインなんですか。そうなんですよ、実は今みたいにガンガントレーニングを指導する時もあれば、こういうウェアのデザインをですね、手掛けてやってるんですけども。めっちゃ可愛いでしょ、この柄。もう全然、ね、嬉しい。今のトレーニングの顔と全然これを描く人とは思えない。リプラスという、ウェアブランドがございます。はい、今僕スルーしましたよね。今僕は完全にスルーしましたよね。いや、僕も気づいたし、今スタッフをみんなそれに笑ってましたけど。いや、でも先生本当今日はありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。オスピー先生、もしかしてこれ来週も。スタッフ、これ来週も。来週も。あ、じゃあチェンジ、すごいね。チェンジ。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。ハハハ。